フェセラピーで、やはり、うん、カフェセラピーで、カフェセラピーで、選んでいただいたのを、何日間聞きますっていうことで、お家に持って帰ったんですけど、結局やっぱり反応はすごく、先ほどのように、自分の体に出てて、そのお茶で多分改善すると思って、お家持って帰ったんですけど、結局自分の中で頭なり耳なりっていうのがもう15年も続いてて、自分の中でその浸水切れなかったから、浸水切れなかった、例えばその結果通りにお茶を飲めばきっと頭なりは消えるんだろうなと思う反応も出てたから、だけどやっぱり飲んだけどあんまりその頭なりは結果的には治らなかったんですよ。でその辺はやっぱり自分の脳の中で信じきってない部分があるから、そういう結果が出ないってことなのかな。ちょっと違うと思うんですよ。信じればそれが結果として信じてるっていうこともあると思いますけども、信じるっていうことっていうのはちょっと違うと思うんですよ。信じるっていうのはどういう働きなのか、それがなんかご褒美があるんだったらじゃあ信じようということで信じるということなのか、相手が偉いから信じようということなのか、それは自分の中から出てくる信じるというのと違いますよね。だからそういうんだったら意味がないですよね。脳の情報を読んでという独脳ということですから、だから自分の脳ですよ。嘘でないそのままのということですけど、嘘でない本当の自分の真実ってみんな知らないでしょ。それがどんなもんかということを追求してるかどうか、その人がっていう、その人がどうしたかがまずわからないっていう中で、一つの試みとして今テーマがあって、それに対してじゃあ取り組みますよということ以外ではないわけですよ。そういう場合にはね、だそれをどんなふうに解釈するかはそれをみんなそちらの勝手なんですよ。こちらができることはそれしかないわけですよ。今の脳の情報、それは自分を良くしたいということの上で自分っていうのは今あるんだと、それをどこまでそれを持ってるのかと、 100% 持ってるのか、いやそんなものはないんじゃないかっていうことなのか、どのような感じで今あるのかというのがあるわけですよね。その上で情報を読むわけですから、そんなものでしか読めないということでしかないわけですから、で今の状態でやった結果が出たわけですから、だからそういうことですよということでしかないですよ。結果はね、結果見たら分かるでしょ、自分がそういうことですよという以外がないんですよ。だから私たちができるのはこのぐらいしかできないですよということでしかないですよね。そこをどう捉えるかですよね。それが自分が依頼してるからそれをやってくれて結果出して当然だというものって他にあります？そんなものってどこにもないですよね。それで参加してちょっと一応自分でやって経験してみたいなと思って、自分でとやってみることですけど、やってみる人って自分が何を望んでるのか何を求めてるのかっていうことはどの程度なのか、どこまでそれがはっきりしたのか、全部これが出てきますよ。セクナラに出てきます、その結果はね。自分で自分でやれば分かりますよ。だそんなに求めてないんだなと。なんで求めてないのか、この未来ですよ。未来において目標がないし、こう言いたいし、自分の価値もよく分からないし、よくなりたいっていうのは過去を見たときに、あるいは周りを見たときに、常識を見たときに、ただよくなりたいと言ってる言葉だけです。言葉をそういうふうに言うんですよ。我々は騙されない、どんな言葉を使ったって騙されない。でやる側とやられる側っていうのがあるんですよ。料理作る側と食べる側ってあるように、やる側の意識とやってもらう側の意識が全然違うんですよ。もう相手任せ、自分のことを相手任せしてること自体がもうアウトですよね。アウトです。それはもう一切手出せないです。人任せできないですよ。そんなことはできないです。できない上で求めてくること人に対してできませんって言っても引き下がらないですよ。じゃあやってみせんからできないということを確認してほしい。私がやってるのはそれですね。できないということを知ってほしい、確認してほしい。人のことは
できないです。何を考えてるのか、中身を本人も分からないわけですから、分からないです。本当によくしたのか。だから私は病気は悪い、いいはそういうことで見てないんですよ。病気はいいもので悪いものでも何でもないです。その小さな中で起こった結果でもあるし、脳の情報でもあるし、もういろんな捉え方がありますよ。それをどう今考えてるのかと、どう捉えてるのか、そしてどういうふうにしたのか、でどう本当に求めてるのか、どうそれを達成するのかっていうのがあるのかどうかをこちらが見る以外ないですよね。もし自分のことは知らないようで知ってる部分もあります。脳は知ってる部分もあります。その脳の中で自分は意識はしてないけど、勝手に脳の中でいろいろやってますから、その結果が出てくるんであって、これは良くても分からないですよ。そんなこと張り込めないですよね。だから人の役に立つことをしたい、求めることを